はい、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、いやー、ついにこちら発表されましたね。長らくね、まあいろいろと噂にもなっていて、まあ僕もですね、一回噂としてね、あの動画でまあ少し取り上げたんですけども、そのですね、全貌が、明らかになりました。はい、まさかのですね、ラブライブシリーズ全体での、シリーズ合同アジアツアー、ラブライブシリーズアジアツアー2024、みんなで叶える物語、こちらがですね、開催決定いたしました。はい。いや、まさかのシリーズ合同でのアジアツアーということでですね、まあ、アジア圏内に留まった、今回ツアーと、海外ツアーですね、となっております。いや、まさかのですね、これが行われるということでですね、いや、ついに発表されましたよ。いやー、来ましたね、本当に。ラブライブシリーズ単独として、いわゆる単独のイベントとして海外に出向くっていうのはですね、これ2019年の、ぶりということになりますので、2019年のアメリカロサンゼルスを最後にですね、シリーズ単独、ラブライブシリーズの単独として、イベントを行ったり、やったり、出たりってことはありませんでしたので、約4年ぶりのですね、4年ぶり、5年ぶりぐらいのですね、シリーズ単独での海外ライブとなります。はい、まあコロナ禍がねずっと続いていたということで海外イベントできなかったんですが、ついに今回できるということでですね、いやこれ来ましたね、本当に。で今回ですね、アジアツアー2024アジアツアーと言ってるんですけども、まあ、もちろんね、日本、東京もですねございます。まあ、東京というと、まあ、横浜なんですけども、まあ日本も含めたアジア全域でのツアーということになります。はい、でですね、一応ですね、開催都市とかですね、まあ、出演キャストとかも、具体的にいろいろ発表されましてね、まあ、一応今回ね、グループシリーズ全体でのツアーということなので、結構ですね、ここら辺国ごとに、出演者だったりがバラバラだったりします。まずですね、時期ですね、時期と国、地域をですねそれぞれ見ていきたいと思いますが、まずですね、10月の4日、こちらですね、元州ってか、元州って読むのかな、読み方がわかんないですけど、これ広州ですね。はい、中国の広州市でございます。はい、香港の、上とかマカオの上にある、中国本土の、経済都市でございますが、広州でございます。で、次、2日後ですね、10月の6日が、こちらが、上海でございますね。はい。で、これ2日しか空いてないんですね、中国国内。10月の4日のあさって、要は2日後にですね、上海があるということなので、で、ちなみにね、これどちらも、広州と上海どちらもですね、リエラキャスト出演するということなんで、大変ですね、中国国内移動してるってことになりますよ。はい。で、ですね、11月の9日10日、こちらですね、台北で、あります。はい、台湾ですね。で、12月の14、15、こちらですね、ソウル、韓国ですね、韓国のソウルでございます。で、翌年、2025年、2月の1日、2日はですね、横浜でございます。日本ですね、の、K アリーナでございます。K アリーナ横浜で。あります。で、ですね、それぞれ、出演キャストをですね、見ていこうかなと思いますが、まず広州はですね、リエラが出演いたします。リエラの11人全員ですね、はい、が出演するという形になります。はい。でですね、上海公演、こちらはですね、豪華ですよ。上海すごく豪華だなと僕思ったんですけど、ですね、これはミューズからですね、お三方が出演します。新田恵美さん、内田彩さん、パイルさん、そしてですね、アクアからも3名出演します。斉藤朱夏さん、小林愛香さん、古畑愛さん、 YYY の3人ですね、これは。はい。で、虹ヶ崎からも3名出演します。相良真由さん、内田修さん、本本明菜さんの3名で、あとはリエラですね。リエラは、これ11人全員出演するということなので、まあ、先ほども言いましたけど、2日後にね、広州から上海ってことなんで、これ移動結構大変ですよ。はい。中国国内の国内線使って多分移動するんだと思いますが、いや本当にフライト立て続けになると思うんでね、もうリエラの皆さん本当にコンディション、ね、バッチリ決めてきていただきたいなというふうに思います。はい。でですね、お次、台北ですね、台湾でございます。台湾はですね、アクアが出演します。先ほどと同じ斉藤朱夏さん、小林愛香さん、古畑愛さんで、ソウル公演、韓国ですね、こちらに関しては虹ヶ崎が出演いたします。虹ヶ崎からは、オウムシャグリさん、村上夏実さん、林高校さん、田中千恵美さん、小泉萌香さん、内田修さんと、この3方が、出演するという形になります。
はい。で、最後ですね、東京、まあ、東京というか、日本ですね、横浜でございます。K アリーナ横浜で、来年これは行われますけども、これですね、アクア、からは先ほどご紹介した、3人。そして、虹ヶ崎からは、これまたメンバー違いますね、若干。大西あぐりさん、前田香織さん、久保田美優さん、林国子さん、指根まりやさん、田中千恵美さん、この6名。で、リエラからは全員、ハスの空からは全員ということで、ハスの空はですね、今回海外での公演は、ありませんでしたね。はい、国内のみでの、日本のみでの、出演ということになります。個人的にはね、ちょっとハスの空のね、海外公演めちゃくちゃ期待してたんですけども、まあ、今回ちょっとそれがなかったということで、まあ、ちょっとそこは若干、残念でございますけども、なんででしょうかね。多分、野永ココナさんかな。要は、まだ二十歳未満じゃないですか。もしかしたら、まあ、日本のね、法律では、別に大丈夫だと思うんですけど、もしかしたら海外の法律だったり、そういった決まりでですね、二十歳未満がダメっていう、なんか決まりがあったかもしれないですし、ちょっとわかりませんよね。はい。まあ、ちょっとそういった理由があるのかなとか勝手に思ったりしてます。はい。国内ではあるのに、要は海外でね、出演できる機会っていくらでもあるのに、ここがちょっとなかったのが、ちょっと謎ですね。はい。といった形で、以上ですね。何カ国だ？4カ国、4カ国、5会場で行われるということですね。4カ国5都市で行われるということになります。中国は2都市ですね。広州と上海で行われるということでございます。で、今回ですね、これすごいのがね、テーマソングも今回出ますということで、これのためだけのテーマソングが出ます。はい。まあ、Live with a Smile 的な、要は合同で歌うよっていう曲でございますけども、これもなんとリリースされるということで、めちゃくちゃ楽しみですね。で、この CD にですね、K アリーナ公演の、シリアルが封入されてるということになりますので、まあ、まだですね、当然発売もされてませんし、タイトルも未定ですし、全貌はね、まだ明らかになってないんですが、CD が一応出ますよ、ということでございます。で、それ以外のですね、日本以外の国の、公演情報に関しては、公式ページ、まあもうそうなんですけども、現地のですね、各国の特設ページやですね、各国の SNS で更新されるっていうことなので、現地の方はですね、まあだったり、あと海外公演ね、行くことを検討している方は、まあそういった情報なんかもですね、チェックしていただければなと思います。で、あとですね、まあ、私ね、公平今回どうするのかっていう話ですね。はい、めちゃくちゃね、まあ、こっからは個人的な話になりますが、僕はですね、まあ、まず横浜は、行こうと思います。はい、K アリーナ横浜ですね。これは、参加しようかなと、思っていまして、で、海外ですね、肝心なのは、はい、海外どうするんだって話でございますけども、海外もですね、行こうと考えております。はい。で、個人的に今すごく魅力的だなと思ったのは、広州か上海、まあ、中国ですね、中華人民共和国本土でございますけども、この 2都市のどちらかで考えてます。はい。広州は単純にリエラキャストが11人出演するっていうのでいいなというのと、まあ、上海はね、あれだけね、多くの、ね、キャストさん方出演されるっていうのがめちゃくちゃ豪華ですし、まあ、あと単純に上海の方がまあ行きやすいから、まあ、ちょっとね、個人的には広州か上海かでちょっとね、上海が若干自分の中ではありかなとか思ってる、自分がいます。はい、上海行きやすいのでね、日本から、うん、非常に行きやすいので行こうかなと思いますが、まあ、あとはですね、オフィシャルパッケージツアー、こちらがね、日本人向けに組まれるかってことも、結構今後も大事になってくるかなと思います。はい、ね、2019年までね、行われていた海外公演ではですね、すべて近畿日本ツーリストあるいは JTB といったですね、大手旅行会社がですね、日本人のオタク向けに海外旅行、海外公演ですね、この参加するためのフルパックのツアー、ライブチケットだったりホテルだったりフライトも全てついたような豪華なプラン、さらにはですね、昔は集合写真、キャストさんと集合写真撮れたんですよ。一緒にキャストさん目の前にいてツーショット撮れた、あ、ツーショットじゃないや、ツアー写真ね、集合写真撮ることができたんですよ。はい、そういうですね、めちゃくちゃ豪華なのもあります。もう今でもね、僕それ持ってますけども、めちゃくちゃすごいですよ。本当に至近距離でキャストさんと写真撮れるので、こういったプランもですね、ぜひ組んでくれたら、まあ、より行きやすいのかなという感じでございます。まあ、仮にね、パッケージツアー組まれなくても、ちょっと上海がものすごく魅力的なので、ちょっと本当に行こうかなとは考えてますけども、まあ、パッケージツアー組んでくれたらね、それはそれで、ね、ツアーさん、ね、JTB なり金通なりのプラン参加していこうかなとは考えてますので、はい、よろしくお願いします。多分そこら辺もね、また近日発表されると思いますよ。まあ、皆さんのね、このアジアツアーに関するね、見解などコメント欄にたくさん書いてください。お願いします。
もし先行の動画になってほしい、グッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。では以上、浩平でございました。バイバーイ。